Blue Jeans has performed in countries all over the world, such as USA, South America, and Russia. So, let's start the show. I am proud to present to you the king of the electric guitar, Mr. Terry T. Terauchi, and his Blue Jeans.寺内武とブルージーンズです。去年に引き続いて同じ日にちの11月17日、忘れもしないこの日にやってまいりました。今お届けしているのが僕たちの住んでいる横浜の曲、おっぴきはらりこ農兵という農兵節。さあ、この手拍子が勢いつけば勢いつけてこっちも行ってみたいと思いますが、まだまだほっ大分と友好のためにお届けしている農兵節、横浜から。はい、来たよっ、はっ、はっ、ほりゃ、はい、来た。それでは、今年もまたお会いできました。お祝いごと、お手を拝借、三本締め。よーはい、はい、来た。ほりゃ、はい、来た。もう一丁、ほりゃ、ほりゃ、もう一丁、はい、来た。ほりゃ、はい、そのまま。第一部は、この手拍子をあと1時間続けて、一部終わります。頑張りましょう。はっ、さあ、掛け声なんかどうでしょうか。はい、はい、来た。
78年バンド結成と同時にレコーディングに移った寺内武史とブルージーンズ、タイトル曲は涙のギターと決定。レコード発表とともにフジテレビザヒットパレードはなんと半年間トップを独走いたします。日本のエレキシーン、この曲で始まった涙のギター、さあ拍手。さあ手拍子、ワンツーワンツーフィンプレッ。曲が流行ってる時に、オリジナルサウンドを作ろう、横浜のブルージーンズはそのように意思決定をいたします。曲ができた、サウンドが仕上がった、そして思い出に何か作っていこうということで作り上げていったのが思い出深いあの映画のシリーズです。若大将シリーズ。そのサウンド、業界マスコミにそれを名付けて湘南サウンドと呼んだ。拍手。幸せだな。やってまいりました、大分に。今日は乗って行ってみよう。
残さなければ
日本の民謡を消滅してしまう、こう感じたのが寺内、今から25年前でした。100曲の民謡、がっちりと民謡大全集というのを作ったんですが、その中から何曲、皆さん手拍子よろしく。まずは北海道から。Thank you.